なんさわざっぴさんありがとうねー。クッキーキャンディーかな、ありがとうございます。皆さん来てくれて元気ですか。毎日寒いですが皆さん元気してますか。寝起きですか、寝起きだと思いますか。この顔が違うよ。今日めっちゃって何も何ちょ間違えた言葉間違えた。メイクしてます、軽めに軽めにね。ナイスミドルさんハートありがとう。総帥さんキャンディーありがとうね。13時に散髪の予約入れたけど配信通知あって15時に帰った。いやちょっとそんなにそんなことある。大丈夫なのかな美容室さん。元気です、サラナって元気です。とっても寒いですけど。ソウスイさんキャンディーありがとう。最近睡眠時間が5時間6時間だったんですけど、今日は久しぶりに私9時間も寝ました。幸せです。ドマさんキャンディーありがとうね。うん、ピンクカメオさんロケットみたいなやつありがとう。あ、平日やから何時でも大丈夫って言われてる。あ、ならいっか、お言葉に甘えて。ドマさんキャットありがとう。キャットどうやってするんだろう。待って、猫ちゃんってどういうポーズ。なんか私前髪が伸びた気がするんですけど、気のせいですか。前髪がねなんかね伸びたんですよね。多分伸びてない、そうでもない、なんかちょっと負けるようになっちゃって。そう、リュウタロンロマンさんハートありがとう。ポニテしなくなった気がしますけど、気のせいではないですか。気のせいじゃないです、気のせいです。あ、間違えた、気のせいです。気のせいです。鼻声だね、わかる、なんか鼻声ですよね。でも元気です。伸びましたね。配信終わったら綺麗に行きましょう。いやー早すぎ。だっていつ行ったっけ、私いつ行ってましたっけ。分かんないよね、最近メールとかないからいつ行ったかみんなに聞いても分かんなくなっちゃったもんね。いつか覚えてない、いつやったっけな。あれは1月やったね。1月何日かに行ったね、確か。リュウタロウローマンさんキャンディーありがとう。マチューさんキラキラありがとう。あ、大阪でお仕事、たこ焼きだ、いいね。伸びるのめっちゃ早くない、早いですよね。とは言っても明日でも10日ですよ。今月も3分の1終わりますから。ヨホ技術研さんハートありがとうね。サーノでショート見てみたいって。サーノのショートですか、まあ、ショートは無理かもだけど、美容室1月25。あ、ほんとすごい、なんでわかるん。25か、じゃあ25なんですね。サーノのショート見てみた、うん、ショートは多分やらんけど、まあ、ボブなら可能性あるかもね、いつか。うん、あ、X に配信まとめてポストしてるから、なるほど。25だ。うん、25かもしんない。25だったか。ってことは、まあ、でも2週間ぐらい経つんですよ。25、26、27、28、29、30、31、もう1週間1月で過ごしてますから、
髪切って2週間ぐらい、あ、もう2週間経ってるわ。だからやん、だからやない、あの日からボブになるのずっと待ってますって、あの宣言した日から。でもするとは言ってないから、もうちょっと気長に待とう。でもね、ボブにしたいんですけど、でもね、なんかさ、ねねねね、ボブにした方がさ、あの、あれなんですかね、ボブにしたらさ、お顔大きく見えるとかあるのかな、やっぱどうなんだ、それやだよね。カットと髪質改善に4時間半かかった話でした。あ、そうそう、4時間半かかった4時間半かかりました。めっちゃかかったわあの日は。ボブと髪長いのロングって、ボブとロングってどっちがお顔ちっちゃく見えるんだろう。え、そうそう、ボブだとそうまん丸にね見えたりするんですよ。やっぱね、髪型でね、変わりますから、そういうのも、うん、そう、そういうのもねあるよね。なんかさ、ボブがめっちゃ似合う、ボブがめっちゃ似合ってボブが顔ちっちゃく見えるよって子もいれば、ボブにすると顔がまん丸に見える子もいるんですよね。そう、髪はロング派ですって。うん、まあロングとボブはどうしてもね分かれるよね、分かれると思うわ。うん、サーノンはロングがいいよって、ロングが合う、ロングしか皆さん見たことないですもんね、サーノン写真で一瞬しかないもんね、ボブは見せたこと。うん、そうねまあでもでもなんかちょっとボブにしてみたかったです。なんかボブのさ、ボブの子見るとさ、写真とかインスタとかでもさ、ボブの子見ると可愛いな、これになりたいなとか思うけどさ、でもさ、なんか自分に似合うかって言われたらちょっと分かんなかったりするよね。あんまやったことないもんな、一回しかやったことないっていうね。そう、本当に一人ロングから長さボブの外半年にした女の子知ってるけど、めっちゃ可愛くなってた。へえ、人によるよね。さあのボブにしたら10代に見えそう。あ、そう、あのあれ、そう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 、それこそあの高校生の時にさ、 JK の時にあのボブに一回したら幼くなりました、幼くなった、それはある、それはある、幼くなりますね、確かに確かに。あのロングの方が私は大人っぽく見えるかもしれない、うん、それはあるわ、それはあった確実。うん、あるあるさん、ハートありがとう。鼻かましてちょっと待ってて、ソーセージさん、ロケットありがとう。若く見えるなんて素晴らしいじゃないって。まあ若く見えるけどね、若くてこう幼く見える、まあ確かだった、うん、前やった時ね、そう幼くなる、うん、いいのか悪いのかわかんない。シュガキさん、クッキーありがとね。でもなんかボブに、ボブにしてみたかったりもするんですよね、ボブね。好み分かれるよな、みんな。
みんなどっちが好きなんだっけ。みんな分かれるんですよね。でも結構前髪もさありなしさ分かれるやん。みんな前髪ありが好きです、なしが好きです、横流しが好きですとかさあるじゃない。好みはねやっぱ分かれるんですよ。そう、ロングとボブだったらどっちが好き？今日のファンの皆さんは。ベリーショート以外は何でもウェルカム。おお、いやベリーショートはもう絶対することないんで大丈夫です。それは大丈夫だ。じゃあベリーショートはね確実に似合う日本はあるよね。私は絶対に、絶対とはあれだけど想像できんくないね。私はいろいろ見たいんですが、今はボブが好きと言っておきますって。待って、今はボブが好きと言っておきます。困っちゃう。何が好き？じゃあ他は。こんにちは。おそらくボブになったらロングが好きと言います。ちょっと、じゃあもうロングでよくない？だってさ、ボブにしたらロングになるの結構時間かかるけど大丈夫？1年、2年ぐらいかかると思うよ。1年、2年ぐらいかかるわきっと。うん、それでもいいと。結構今長いんでね、今結構長いですよ、ここなので。うん、でもなんかインスタとかさ、なんか見ちゃったらさ、いろんな女の子やっぱいるじゃないですかね。ボブの子見たらボブいいなって思っちゃうし、ロングの子見せたらこのアレンジやってみたいとかなるし、あ、いろいろと長さを変えてくださいってことは、今ロングだから次はミディアムぐらいになるとか。あ、ん？ミディアム？なんだっけ？セミロング？ね、セミロングってロングよりちょっと短いみたいな感じだっけ？ミディアムぐらい。じゃあこれ半分切ってみるとか。どうだろうな。半分でもさ、みんな聞いてよ、聞いてごらんよ、みんな。あのさ、私さバイクの免許持ってるじゃないですか。バイクに乗るってなった時にやっぱヘルメットからあのロングヘアがこうなびいてる方がいいと思うんですよ。皆さんそこら辺どう思います？どう思います？かっこよくないですか？とりあえずボブにして徐々に伸びていくのもありかと。って、あー、そっちね、そっちね、そっちね、そういうことね。でも中途半端な長さは本当に嫌なんですよね。そう、そうなので髪切るのって勇気いりますかって。いや、バッサリ切らんければ全然勇気いらんよ。なんか10センチ、15ってどんくらい、10センチぐらいなら全然なんともない。うん、ロング派だから切らないで。なるほど、どちらでもいいねなので。いいね、え、どちらでもいい、そっか。そう、メットするならヤポニテじゃない、なびいてる方がいい。うん、1909、あ、違う違う違う、間違えた、196087139、クッキーありがとう。配信終わったらヘルメット買いに行って次の配信でヘルメット脱ぐ配信してください。ちょっとどんな配信よ。徐々に切っていくのは手間かかるけど、一回バッサリ切ったらあとは伸びる過程でいろいろ髪型になれる。ああ、なるほど、徐々に切っていくのは手間かかる。確かに確かに、バッサリ切ってね、その過程でね、今
今はあの何ボブだからボブを楽しもう、ちょっと伸びたら外羽で楽しもう、あもうちょっと伸びたから巻いてみようとかね。あなるほどなるほど、そういうことね。そっか、そういう、うん、確かにそういう楽しみ方は絶対あるよね。うん、絶対そうすると思うし、うん、ロング早けどショートも見てみたい。なるほど、ヘルメットはフルフェイスって、フルフェイスがいいよね。ムーンさんありがとう、キャンディーかな、ありがとう。1960873ありがとう。ロケットロケットバッサリ切るに賛成ですって。誰もバッサリ切るなんてまだ言っちょらんよ。あロングヘアメンって大変そうだけどね。ロングは一番大変なのはロングはね、やっぱりドライヤーですね。切るとしたら肩ライン、アゴライン、いや肩ラインでしょ、アゴライン、アゴラインがちょっと短くない、いや肩ライン、いや待ってボブってどっちやっけ、どっちやっけ、いやそれはもう美容師さんにお任せするしかないね。うん、美容師さんに私に似合う高さでって言うしかない。いつも委ねてるのでお願いしてるので、迷ったらもうお任せするしかない。うん、なんかさ自分のさ美容室ってそうじゃない、なんか自分の希望をもちろん全部言うけど、なんかさ美容師さん目線でさあるじゃん、なんかこの子はこれくらいの長さがベストとかさあるじゃないですか、この人のあの頭の形的にとかさ、そういうのはやっぱ聞いた方が美容師さんの方が絶対的に分かるの、分かってるので、そういう意見を取り入れて、でも自分の意見も入れてもらいながらそうやるのがいいよね一番。1960873レインボースターありがとね。美容師さん髪をバッサリ切ったらって言われたらってこと、いやでも前に言われたよね、サナちゃんロングの方が似合うと思うってそうなんかそうボブにするのも全然いいと思うけどって、そのなんか一回相談した時にそうやって言ってた。ケンセイさんありがとね、ハート。そうそうそう、あれロングね、ロングは本当にいろんな髪型できますから、巻き髪もストレートでもポニーテールでもツインテールでも何でも、うん。1233クッキーありがとう。1960873お花ありがとね。そうそう、あまたねって、お仕事かな、頑張って、ボブ楽しみにしてるねって、ちょっと待ってボブにするとか一言まで言ってないからね、みんな言っちょらんからね、さあの髪切ったばっかりだからね、みんな伝えておくよ、そうこれでもこんぐらい切ったんですから、こんぐらい切ったかな、ここぐらいまであったんですよきっと、これでも長いよね、でも伸びたねってよく言われる、
髪長くなったねって。でも最近親友ちゃんも、あ、最近親友ちゃんね、この間会ったらね、めっちゃ長かったんですけど、久しぶりに髪切ったって言って、なんかちょっと短くなってた。若干ね、ロングやけど、うん。バイクバイク言いながら、うん。ねえ、ちょっと待って。ねえ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 、そうね。そうね。教習帰ってたね、あの頃は確かに。1年前くらいね。期待して待ってる。いやいやいや、本当に切んないですからね、まだ。まだ切る予定ないですよ。うん。そう。まあ確かに配信やとさ、こう、途中切れてるからね。あんま見えないですけど。切ってるんですよ、私も一応。京香ちゃんがショートにした時は目がハートになりました。スサノもさ、ショートに、ショートじゃないけどさ、ボブにしたら目ハートになってくれる？今日も波動してくれ。波動大好きやん。いってらっしゃい。楽しんできて。こんにちは。ストラドレイタさん、ハート。ありがとね。普通に波動ガチ勢なんです、すごすぎ。波動私よりプロじゃん、うん、手筋肉痛になんない？腕。サーノンがショートにしたらおそらく目がハートになるでしょう。ボブでもなってくれるんですよね。ショートは無理よ。ショートは、ショートはちょっと、ショートは似合わない気がするね。ボブもさ、ちょっと想像するの難しいね。ボブね、ボブどんぐらいかな。なんか今日はちょっとダメかも。今日はちょっと想像できないかもしれないけど、ボブでもいいの。ちょっと今日はうまくできない、今日うまくちょっとできないですけど、なんか今日ちょっとうまくできないね。可愛らしいやんって、本当？似合ってますか？あ、ボブは髪が膨らんでるのがか、あ、なるほどね。そういう可愛さね。絶対ボブにしたらいいと思いますって、めっちゃ面白いやん。でもさ、これさ、想像するのとさ、切った時って全然違うじゃんね。だからさ、こうやって想像してる時はさ、顔の見え方いいけど、実際切ったら顔がまん丸に見えちゃうとか、もう嫌だよね。どうなるんだろう。ちょっと今日は想像の、これがちょっと下手くそですけど、ボブにしたらこんな感じになるらしいです。今日下手くそ。この間はうまかったよね。あ、これで帽子ね、絶対かわいいよ。髪の長さ的にはどう？
こんな感じ。ちょっと肩上げたらちょっと分かりやすいかな。ちょっとここかな。ちょっと待って。こっちの膨らみが足りないですけど、どう？今日下手くそ、今日下手くそだな、ちょっと今日下手っぴ。ボブ似合うと思う。本当？本当？でもポニーテできなくなりますけど、皆さんポニーテ好きなんですよね。巻き下ろしできないですよ。ボブでニット帽かぶったら絶対かわいい。あ、ボブでニット帽ね、確かにそれはかわいいさ。かわいいさ、ボブのニット帽かわいいよね。確かに決まりましたね。決まってないです。あー、ボブにしたら失礼したって、それあるあるやね。なんか世間のあるあるじゃない。我々は本当のことしか言わないですって、ファンですからって。ラブ内巻きボブは強いって。いや、私外羽の方がさ似合いそうじゃない？外羽の方がさ似合いそうじゃない？どう？みんな外羽の方がなんか合いそうな気がするよね。こうやってさ例えてやってみたりすると、あ、ちょっと切ってみたいかもって思っちゃうけど、切っちゃうとやっぱロングに戻りたいってなるんですよ。ないものねだりしちゃうんですけど、でもなんかやっぱりロングをボブに切るのは簡単やけど、伸ばすのはめっちゃかかるの。そう、1年2年って。それを考えたらどうしようねってなるよね。こんぐらいの長さどう？ロングボブ、ちょっとわかんないな。見た目より内面派だから髪型はそこまでこだわりない。おお、まあそれもあるよね。ニューソラちゃんに会ってみたい気持ちもする。なるほどね、そうですよね、そうですよね。ニューソラちゃんね、まあでもまだ当分する予定はないですけどね。切ったばっかりなんで。でも前々回かなにさ、美容室行った時に、美容師さんに言ったんですよ。ちょっとボブにしてみたかったりもするんですよねみたいな。でも今はちょっとできないので、もうちょっとしたら考えますって言っていいんじゃないって。そう。そうそうそう。そう、AKB 卒業したから髪切ってみようかなって思うんですけど、みたいな。そうそう。
相談一回した。そう、なんだかんだ言って突然ボブになってそうなスラの、まあまあそれはあれですよね、あるかもね、あるかも、うん、しんないけど、まだまだ切りませんからまだ当分ロングを楽しんでいただければ嬉しいかなって感じですよ。パーカーのフードかぶって配信始まったら期待しますね。あ、それね、それねそれね、よくあるやつね。確かに急にボブしてそうって、まあ急にボブするかもしんないけど、まあそのそうなってもみんな好きで言ってね。まあでもボブ、ボブみんな好き、みんな好きかわかんないけど結構好きだね、みんなこのルームのファンの皆さん、うん、まあ気分ですから。気分やけどね、あのボブにするときは相当な勇気がいりますね。相当な勇気がいる、本当に一回しかしたことないんで。その時もだって友達と行ったって言ったじゃん。そう、その時も最初は断ったんですよ。断ったっちゃけど、私がベリーショートにするからあのボブにしようってなってボブにしたんです。めっちゃ短かったな、うん、そう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 、大幅に変えるのはさやっぱ勇気いるよね、うん、そう、 X で嬉しい報告がありますって言ってショールームでボボ報告してそうで確かに確かにしてそう、それは嬉しい報告がありますってさ、なんかあれだね、髪型とか想像する？やっぱそうだよね、短いと楽でしょ。いや短いとね、楽は楽なんですけど、でもね結構ね短い方が多分大変やと思う、私的にね。短い方が跳ねやすいとね、そうやっぱ髪って、だからなんか寝癖が気になると思う、うん、多分そうそう、高3の時に出演したんだなって。高3の時に出演した、どういうこと？出演何？そう、シャンプーとか乾かすのはめっちゃ楽やけど、なんか髪の広がり具合とか、そう寝起きの癖とか寝癖とか、多分ねボブはね気になると思うな。寝癖サラダ見てみたい寝癖、そうね、ちロングやからあんまないですね。ちょっと髪が たまにうねるぐらい、うねるっていうかなんだろう、なんかちょっと跳ねてたりするぐらい、どこかが、ね、全然ないですね、あんまりそれ以外そう、ボブの癖直すの大変そう、めっちゃ寝癖なんて気にしませんから、寝癖って配信してもそこに触れませんから、恥ずかしいよ、逆に逆に恥ずかしいわ。高3の時に親権出たのなと思って、あ、そう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 ですよ、高3の10月14日、
ロングって寝るとき髪の毛絡まったりしないのって。ロングですか。え、寝るとき髪の毛は絡まらんよ。うん、絡まらん、うん、絡まんないね。高三のイメージもうほぼなくなってる。おー、いいね、いいね、嬉しいよ。何このなんちゃらランキングって。これはハッピーチョコポップブーストランキングって何ですか。今気づいた、なんかさっきからランキング出てんなって思ったけど。サウのバイク買ったのって。バイクはサウのはねレンタルしたいんですよ。そう、まだ乗れてないですけどね。ちょっと暖かくなったら乗りますね。ちょっとヘルメット買いに行かないと。バレンタインのイベント、チョコレートチョコレートの季節だわ。チョコレートちょうだい。チョコレートの季節大好きです私。ドゥ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 。平田ゆきちゃんの何萌え台詞、え、聞いてみたい。ゆきちゃん可愛いよね、マジで可愛い。今日はカラオケする。ちょっとね迷ってるんですよね。ちょっとなんか鼻声だから歌えるかなって。マングースさんありがとう。今日はやめとこうかな。これかって、あ、このキャンディーのやつ、あ、これすごい、そういうことね。だからチョコレートのあのあれが多いんですね、アイテムが多いんですね。ハブさんありがとう。2月14日から24日で宮崎空港に2023年ワールドカップの、あ、間違えた間違えた、 WBC の優勝トロフィー来るって。え、すごっ。さあちゃんまだ見てないよね、まだ見てないよねって。だってまだ見てないよねも何も14日からなんやろ。みちょらんみちょらん見たい、見たいな、いいね。ファンが考えた萌え台詞が怖すぎて波動アプリのコメント欄も引いてるコメントだらけだったそんな、どんなコメントよ。でもそれファンの皆さんが考えてくださったコメントなんやろすごいどぎついやつだったの。18期のメンバーに会ったことある。18期のメンバー会ったことありますよ。18期ちゃんはさ、だってどこだっけ、ピアリーナだっけ、うん、でね、大声ダイヤモンドやってましたよねそう、あのレッスン場にいたよ、うん、私たちがあのコンサートのレッスンが終わってから18期ちゃんたちがやってたんで、そうそうそう、よく着替えてましたね。レッスン着に着替えて、そうレッスン入ってましたよ。私たちが終わった後に。ドドドドド。
花が。それはなんでなんだろう。あ、ちょっとキャンプシーズンだからそれに合わせて今の時期なんかな、ね、いろんな都道府県回ってるってこと。じゃあ優勝トロフィーはすごくない？優勝トロフィー、あの大谷翔平選手が持ってた優勝トロフィー、実物ちゃんと。サイコパスのノーゼリフだったの。わお、大変。ゆきちゃんかわいいよな。ティティティ。トロフィーね、いいね。だってあんま見れることないよね。で、小学校にさ、大谷翔平選手が送ったあれあるよね。グローブ。あるのすごくない？去年ゾゾマリンで見ました。すごい。ゾゾマリンに来てたんや。やっぱいろんな都道府県回ってるんですね。全国回るんかな。そんなこともないかな。キャンプ地とあれかな、チームがある県にもあるから。全国はさすがにむずいかな。あ、じゃあやっぱ野球に関係ある県だけ。まあそうか、そりゃそうか。いろんな方がね見れる時がいいもんね。あれ何キロあるんやろ、めっちゃ重たそう。あ、そうそう、大谷翔平選手のグローブ。あ、プロ野球、やっぱ私の考え当たったわ。プロ野球の本拠地とキャンプ地だけね。じゃあ沖縄にも行くんですね。すごい。じゃあ宮崎の次沖縄だね。沖縄だね。こんにちは。てててて。たたたたん。ね、この間さ、階段から落ちたって言ったじゃないですか。もうお膝がさ、すごいの。お膝。毎日張り替えてるんですけど。なんかね、アフジンターにもなってて、怪我もすごくて、なんか毎回貼る方向変えるけどさ、やっぱ難しいよね。テープ負けしちゃう。これテープ負けきついね。CRUISING さん、ありがとう。チョコレートキャンディうん、そう、消毒ね、この間した時が本当に痛かった。あ、なんか音が消えた。なんか音が消えた。耳鳴りなくなったのかな。なんか静かになった、急に耳が。クルージングさんかなって。クルージングさんって何？クルージングさんって何？なんかトンネルの中でさあるじゃん。お、急に変わった音がみたいな、そんな感じ今。なかなかひどい怪我だったね。いや、なかなかひどい怪我でしたよ。本当にこんなにさ、お膝に怪我したの小中学生ぶりですね。
思いっきり言ったもん。あ、クルージングさん、そういうことね。本当だね、普通に読んだらクルージングさんだね。ありがとう。飛行機に乗ったら耳がキーンってなるやつ、そう、多分さっきまでそれやったちゃろうね。で今、え、腕白空ちゃん、どういうこと？腕見えた？腕どこが見えたんだい？どこが見えたんだい？どこが見えたんだい？腕白空ちゃんって。あ、ワンパックソラちゃん、あ、そっち？そっち？ワンパクね、腕白ソラちゃんって普通に読んじゃった。ワンパクね、ワンパクですよ。もう腕も白いですけど、でも白いけどさ、ワンパクね。間違ってもないから、間違ってはないから、みんな間違ってはないから、腕白そらちゃんでもいいじゃん。白いし、白いんだし、いいじゃん、うん、いいじゃん。わんぱくはカタカナで書きましょう。わんぱくってひらがなじゃない？ひらがな？カタカナ？わんぱく、え、ひらがな、ひらがなで書きましょう。それがいいよ。パッと見じゃないのにとても面白かったですって。いやいや、腕白そらちゃんって読んじゃうよそれは。だってさ、わんぱく漢字で書いてくれたの初めて。うん、わんぱくは私ひらがなで書くものと思ってました。漢字で書くことある？ひらがなで書いてください。わんぱくね、わんぱくでしたよ、うん、とってもわんぱくは父だった。え、本当にこれでわんぱくって書くん？まあ腕白にしときましょう。国曜さん、空気ありがとね。こんにちは。本当に私鼻声じゃない？え、そう、長袖なのにさ、いつ腕出したっけって思ってさ。白いからまあいいでしょう。やっぱこっちとこっち色違いますよね。ごっちゃん、クッキーありがとう、ハートありがとう。こんにちは、どうもどうもです。いやいや、わんぱくですよ、天場じゃない、わんぱくです。とってもわんぱくでした。きっと毎日外で遊んでたな。毎日外で遊んでました。ブランコ大好き、ブランコ大好きでしたね私。おてんばはそうやって書くっちゃ。なんか漢字にすると面白いね。うん、ジアリングさん、こんにちは。おてんばは転ぶ、転ぶおばさんって書くんですね。おばさんだっけこれ。こういう字書くんですね。あ、わんぱく坊主ね、おてんば娘。うん、
漢字にしたらなんか分からんな。漢字あるんですね、わんぱくとか。はあ、何時に私始めたかちょっと分かんない。1時間ぐらい経ったら教えて。漢字難しいって。難しい、漢字難しいよね。なんか人の名前、人の名前難しくない？なんかさ、人の名前はさ、私みたいにさ当て字もいっぱいあるわけでさ、で間違っちゃったらさちょっと失礼じゃん。そうだから、めっちゃむずいよね。そうだから読もうって思ってもさ、ちょっと怪しいなって思う時はもう読まないでおくみたいなさ、の感じは私はよくしちゃうかもしんない、名前だと特に。うん、そう、ウエミさん、あの難しい、難しいでしょ、めっちゃむずいよね。一発で読めた人いないもんね。空の天野と読む私の母みたいなもの。そう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 、天野ちゃん、天野ちゃんってね、それしか言われたことないですから。私そう、キラキラネームは読めません。あー確かに確かに。ソーセイさんありがとう、クッキー。私の名前も間違えられるよって。名前ね、でも私はもうあれですね、名前正確に生まれたことないからさ、なんか新しくさ担任の先生になった先生とかはさ、前の担任の先生から読み方を教わっちゃったら一発で読んでくれるけど、だいたいさ聞いてくるじゃない、聞いてくださるじゃないですか。そう、私まあ初めて漢字なんかいろんなとこです、名前書いてさ、書いた時に漢字絶対これなんてお読みすればいいですかって聞いてくださったりとか、間違って読まれたりとかよくあるから、なんかもう期待してない。正確に読まれること。でもあれだよね、間違われたらちょっとね嫌な気持ちになる、なったりもするもんね。だから名前はね、あんまりそう読めないときは読まないようにしてます、あえてね。も私もよく間違われる。この前天野ちゃんからサイン来ないねと母が言っておりました。めっちゃ面白い、天野ちゃんからサイン来ないね、めっちゃ面白いね、面白いわ。よく届いてたんですね。ってことは天野ちゃんからサインがよく届いてたんですね。よかったです。うん、AKB 卒業したからと言っておきました。そしたらなんて言ってた。なんて言ってた。あ、浜崎さんね、あった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 ね、それ。浜さんがね、すごい16位になってる、嬉しい、ありがとうございます。そろそろ読もうか、ランキング。そうなの、あんたどうするのみたいなこと言われてました。めっちゃ面白い、それはめっちゃ面白いわ。
なんて答えたの？ねえ、それ気になる。めっちゃ面白い。めっちゃ面白いね、お母様とのあのお母さんとの会話めっちゃ面白いやん。あんたどうするの？めっちゃ面白い。あ、だよ、4分で1時間、ありがとう。そろそろランキング読んでいくね。よし、いきますよ、読みますよ。まだ何も決まってな、まだ何も決まってないってめっちゃ返事面白いな。ずっと一緒ですから。よし、いきますよ。13位は情報技術研さん、ありがとうございます。12位はハブさん、ありがとうございます。11位はシュガキさん、ありがとうございます。10位、おーと、13位はナイスミドルさん、ありがとうございます。12位はハブさん、ありがとうございます。だって、うん、大丈夫。11位はシュガキさん、ありがとうございます。待って、くしゃみしそう。10位は RR さん、ありがとうございます。9位はまちゃさん、ありがとうございます。8位はピンクカメオさん、ありがとうございます。7位は国陽さん、ありがとうございます。6位はごっちゃん、ありがとうございます。5位は1960871さん、ありがとうございます。4位はなーっとまくんさちゃん、いとおしい大好き、ありがとうございます。3位はソースイさん、ありがとうございます。2位はわさぴさん、ありがとうございます。そして1位はドマさんでした。ありがとうございました。はい、ということで、皆さん見てくださってありがとうございました。耐えました。スクショ、うん、待って、うんうんうん、うんうんうん、うんうんうん、はい、ってことで、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。それではいきますよ、せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけん、ブン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 、みんなありがとね、みんな来てくれてありがとう、昼休憩に。ではまた会いましょう、ありがとう、バイバーイ。